東方会は1936年5月25日に国民同盟を脱党した中野聖郷と東側政によって結成された日本の国家主義政党。強力な閣運動の失敗により立憲民政党を離党した中野聖郷は国民同盟の結成を主導した。しかし、思想的には国民同盟内をリードしていた中野派も現役第二子である。 国民同盟の性質上、他派との意見の相違が少なからず存在しており、行動の自由を得ようと別組織を新たに設けることとした。二中野派の代議士、元代議士とそのブレインで構成した政策談話会の東方会を根拠に活動を展開し、国民同盟の分裂が進む中で、中野が1935年に脱退、以降中野派の人々が相次いで脱退して、 政治団体が作られていく。1936年政治結社の届け出を行い、正式に政党として成立したが、綱領や規約、役員が決定されるのは、翌年5月になってからだった。中野派は、大衆組織への思考を持っていたことから、後半に大衆に働きかけを行っていく。この過程の中で、東方会は、旧左翼系人物を取り込んでいき、 1939年には社会大衆党との合同を画策したが失敗することになった。1940年に新体制運動が起こると、東亜建設国民連盟に参加して新体制運動を推進していった。1940年に新体制運動への合流のために文化団体への改祖が東方会で内定していたが開催された臨時全国大会において、 正式に回答と思想団体の解組が決定した。なお、この間に中野は大政翼賛会常任総務に就任した。しかし、このエフミマロが翼賛会は政治上の結社ではないと明言したことに対し、不満を持った中野は1941年に常任総務を辞任し、翼賛会を脱退、政治結社としての東方会を再行した。その後、 東条秀樹内閣下で執行された第21回衆議院議員総選挙では、翼産政治体制協議会からの推薦を拒否して、独自候補を擁立した。選挙後に議会における実質的な発言権の確保から、翼産政治会に参加し、再び東法会を解消して、思想結社へと再改装を行った。その後、中野は翼産政治会を脱退して、 次第に半登場姿勢を強め、最終的に半登場工作を拡作していくことになる。これを受けて1943年未明に中野聖合以下3名、同志会員が一斉検挙された。中野に釈放されたが、その夜に滑覆自殺。これによりに解散する、ABC ブリタニカ国際大百科辞典、小項目辞典ことバンク。 2018年9月13日閲覧。大辞林第3版ことばんく。2018年9月13日閲覧。ABCD 世界大百科事典。第2版ことばんく。2018年9月13日閲覧。ABCO の達造。日本大百科全書ことばんく。2018年9月13日閲覧。デジタル大事泉ことばんく。 2018年9月13日閲覧。前景長い論考、P127 前景長い論考、ピアニッシモ、130、古川隆久、戦時議会、P184。ありがとうございます。